インフレキシブルはイギリス海軍の巡洋戦艦。インビンシブル級。フォークランド沖海戦後にドイツ海軍の漂流者を引き上げるときに撮影された本艦ジョン・ブラウン造船所で建造。気候、1906年2月5日。浸水、1907年6月26日。収益、1908年10月20日。1911年5月26日戦艦。 ベレルンと衝突。第一次世界大戦開戦時には地中海艦隊の機関であった。1914年8月4日から10日、ゲーベン追跡戦に参加。8月19日イギリスに戻るよう命じられる。コロネル沖会戦でのイギリスの敗北により1914年11月4日、南大西洋へ向かうよう命じられる。12月7日、ホークランド諸島に到着。 翌日フォークランド沖海戦でドイツ艦隊を撃破した。12月19日地中海へ戻るよう命令され、1915年1月24日、ダーダネルス作戦の期間となった。3月18日食来。マルタとジブラルタルで修理後イギリスに戻り、1915年6月19日、グランドフリートの第三巡洋戦艦船隊に編入された。 1916年5月31日、ユトランド沖海戦に参加。8月対ドイツ艦隊の作戦で出撃したが敵と遭遇しなかった。1918年2月1日明治真沖で潜水艦 K22 と衝突した。1920年3月31日除籍。1922年12月に売却され、翌年ドイツでスクラップとなった。 ありがとうございます。